ドカンルーム。ユナイテッドサポーター部マッキーのロッカールーム。さあ今日はなんとこのスタジオにこの方が来てくれました。自己紹介お願いします。鹿児島ユナイテッド FC 監督の大竹直人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。監督、はい、初のこのスタジオいかがですか。ですね、いいですね。いいですか。はい、ありがとうございます。念願かなっての監督をこちらのスタジオにお迎えいたしまして、いや感激しております。待ってました。はい、よかったです。去年のワールドカップの後でしたかね、はい、そうですね。スタジオにぜひというお話をさせていただいて、はい、叶いましたね。はい、叶いました。ありがとうございます。ありがとうございます。叶えていただいて本当に。いいよ、もう今日はいろいろ聞かせてください。はい、頑張ります。この時期になかなかお話って難しかったりするんじゃないですか。聞いちゃいけないこととか、まあ、全然普通ですよ、はい、やっぱりいろんな、まあ、サポーターに声かけだったりありますし、もちろんな秘密なところもありますけど、言えるとかもしっかりと伝えて、はい、やっぱりこう熱く一緒に共に戦っていきたいので、ぜひお願いします。いや嬉しいです。ぜひ言っちゃいけないとか聞いてしまった場合にはそれは言えませんって言ってください。あ、はい、わかりました。いよいよ開幕が3月の4日に迫っているんですが、はい、あと2週間になりましたね。そうですね、はい、今どんなお気持ちですか。2週間前の今って、いや、まあ、ようやくっていうか、まあ、順調に来てるのがあるので、はい、非常にすごく待ち遠しいのもあるんですけど、まだまだこう自分たちのチームを強くしていく部分ではやっていけるなっていうのがあるので、うん、まあ待つよりもこう戦う準備をしたいなっていう感じですね。戦う準備をしたい、はい、いやもう本当に前に前に進んでいる言葉だなって思いますね。はい、今現段階で、まあ、私何回かのお話を聞いてはいるんですけれども、はいはい、現段階で何割ぐらい仕上がっているものなんですか。そうですね、まあ、いろんなチーム今見ると選手個人見たり戦術見たりすると、まあ、7割ぐらいは、はい、順調に来てるかなと思います。トレーニングを拝見させていただきますと、はい、いろんな組み合わせを試していらっしゃるのかなっていう印象があるんですが、はい、今その段階ですか。そうですね、まだそういうのと、まあ、本当にこう今度選手層というかポジションに2人ないし3人ぐらいいるので、はい、こうどういう時でも同じ戦いもできて、うん、それによってこうまたチームのスピードアップできたりとか、硬い試合ができたりとか負けない試合もできたりとか、はい、いろんなこうことができるのかなっていうのもあるので、まあ、すごくこう楽しみですし、選ぶのは大変、まあ、選ぶって失礼ですけど、ポジション争いがあるので、うん、やっぱすごいなと思います。選手見てて、はい、監督は本当に悩むだろうなっていうメンバーの層の厚さだなって思うんですが、はい、悩むんですよねやっぱりね。そうですね、みんな本当こうすごく意識高くやってくれてますし、本当そこに対してこう入っていく強さっていうか凄さっていうのがすごい感じるので、まあ、本当でしかもみんなこうコンディションよくきつい中でもやってくれているので、はい、そこはすごく思います。そうですよね、はい、まあ、今シーズンは去年と比べてだいぶ強度の高いトレーニングだったり、はい、走り込みっていうのがすごいすごい走ってらっしゃるなっていう印象があるんですけど、はい、これの狙いってどんなところなんですか。まあね、それはシーズン通してもう走れる強いチームにしたいんですけど、まあ、去年の悔しさだったりもある中でやっぱり最後こう終盤に立っても、うん、やっぱ自分たちのこの鹿児島サッカーを戦い続けるだけのやっぱ力とパワーとやっぱみなぎるその中から出るものを出したかったの で、で一番はその今見えないメンタル的なところで、はい、やっぱりここでいいやじゃなくて、うん、やっぱもう一段階行くもう一つ行くっていうサッカーができればっていう思いでやってます。なかなかそれはね選手も言えないですけど、まあ本当選手は本当きつい中本当やってくれてますし、だからこれがねやっぱきっとシーズン始まってから、まあ、良かったって言えるように、まあ、したいなってすごく思ってます。選手みんな乗り越えましたね。でもそうですね、本当、うん、まあ乗り越えてやってくれますし、本当全選手がそれだけこう
気持ちも出してくれてるのはありがたいです。本当ですね、はい、大竹監督2年目になるじゃないですか、はい、1年目と2年目でやっぱり変える部分とか変えたい部分ってあるんですか。まあ、やっぱ精神的なところですね、はい、やっぱあのいろんなまあ怪我とか、まあ、今回コロナとか去年もあったように、はい、まあ、病は気からじゃないですけど、やっぱ気持ちの部分でどれだけこのメンタルが強くなれるかって一つあると思うので、うん、まあ、その、ね、やり方はいろいろあると思うんですけど、はい、一番ベースなところはそこかなと思ってるので、やっぱそこを乗り越えたら、まあ、普通の試合でも楽に戦えるんじゃないかな、違う意味で、あの楽しろじゃなくて、うん、サッカー楽しんでできるんじゃないかなっていうのはあるので、まあ、それをしてほしいなっていう思いですね。なるほどですね、はい、ちょっと今私マラソンやってるんですけど、はい、マラソンのインターバルの練習ってそれにちょっと近いものがあるなって、はい、なんか楽に走れるために今きついのあるみたいなんで、はい、ちょっと似てあるななんて思ったんですけど、そうか、楽しむためにはやっぱり今この強度の高いものを、まあ、辛いですけど、やっとかないと、やっぱみんな試合出たいじゃないですか、最初からって思った時に、楽して出るよりもやっぱ今出るまでにどれだけこうや、うん、積み重ねが自信にもなるし、やっぱチームのためにもなる、そしてこうサポーターの熱い力が、それがプラスになると思ったら、そうですよね、余計に頑張れるし楽しめるんじゃないかなと思って、はい、いやもう本当にサポーターもあと2週間後の開幕を今か今かと待ちわびているところなんですが、たくさんメッセージも来ていて、はい、ありがとうございます。ソラナポさんからは、大竹監督今シーズンも期待しています、鹿児島みんなでいただきソウルといただいてます。いただきですね、いただきですよ、はい、もうやっぱりビーズが聞きたくなりますね。それもありますね。あとは勝美さんからは、はい、あの大竹監督ゲストということなんですが、はい、指宿キャンプの練習試合にはたくさんのサポーターが駆けつけていました、はい、開幕戦で白波スタジアムのスタンドが満員になる光景をご覧になりたいですか。なりたいです。いやですよね、はい、ですよね、まあ、それとあのね、指宿でもそうですし、この間まああの県立でもあったんですけど、まああの会員限定とかなんですけど、で応募がやっぱすごくてクラブも大変だったんですけど、まああの入れなかった方もいますし、本当は全員ね入ってみて我々のプレーも一緒にこうしてもらいたかったんですけど、まあそこもできなかったサポーターのためにも、やっぱりなんとかスタジアムで全員来てもらえるように足を組んでもらいたいですし、まあ本当にこう一緒になんか戦ってくれてるんだなって思いも、やっぱ選手もちょっと違いますんでね、入る、はい、気持ちも、なんでそこは大切にしていきたいなと思いますし、やっぱできるだけねそういうスタジアムに専用になればいいですし、うん、そうですね、その分やっぱ入ればそこでもう何も困らずできるので、まあそういう風に追っていきたいですよね、とか、はい、そうですね、はい、まずこの開幕戦であの1万人をまずは目標に、なんかそんな空気感が今サポーターの中であって、あ、はい、ありがたいですね、はい、はい、これはちょっとみんなで叶えたいなって思ってるので、ラジオ聴きの皆さんぜひお友達を誘って開幕戦そうですね、ぜひぜひ欲しいです、はい、来てほしいと思います。いやもうあっという間、ちょっと監督、はい、もうしょっちゅう来てください、もう時間が足りない。そうですか、まだあるじゃないですか。いいですか、はい、いやいや本当たくさん来ていましてですね、すごい期待がやっぱりありますね。あ、そうなんですか、はい、ありがたいですね。キーレユニータの見学とかやっぱり始まったじゃないですか、はい、やっぱりそういうのどうですか。あ、もう嬉しいです、やっぱそこに来てくれてって、うん、やっぱチームもああいうところでこうグラウンドにあった中でこう地域の方と一緒にとか、やっぱあそこの地域を盛り上げて、うん、やっぱりこう一緒にやってるスポーツ通じてこういろんな人とつながりを持ってくれたら、もっと盛り上がるんじゃないかなと思いますし、すごくそれはありがたいので、もう感謝しながらいつもあそこでは、はい、思ってます。そうですか、キレの方々にもたくさん協力をいただいて、ね、応援もね、いただいて、あったかいなっていう雰囲気で、はい、あの私も感じているところなんですが、はい、あのやっぱり今年少しコロナの状況、はい、応援の仕方も少しずつ変わっていくシーズンになるかと思います、はい、サポーターとの距離なんかも少しずつまた変わっていくのかなと思うんですけれども、2年目のこの鹿児島、大竹監督が鹿児島にこう伝えたいことってどんなことですか。やっぱ僕らサポーターとかファンの方に夢を与える仕事なんで、うん、やっぱしっかり最後まで諦めず全力で戦う姿勢と、やっぱその熱をやっぱ送り続けるプレーをしたいなってすごく一番思います。僕
作り続けるってことですよね、はい、ワンシーズン本当長くていろんなことがあると思うんですけど、はい、それを一緒にねやっぱり乗り越えてほしいし、そうですね、感じてほしいし、はい、もうその熱を送りまくってください。はい、なんとかそれをチーム全員で送って本当にこう一緒に盛り上げてあのスタジアムが熱くなるようにしたい。さあ初戦は3月の4日土曜日ホームで開幕です。 FC 大阪を迎えての開幕戦になりますが、はい、もうこの FC 大阪を見据えた今練習に入っている状況ですか？そうですね、もうあのいろんなその開幕戦に向けたシチュエーションの中で、はい、で運者かっていうイメージしながら、うん、はい、ですよね、はい、もう開幕戦に向けて本当あと2週間なので、はい、いろいろ準備が始まっているところかなと思います、はい、あと2週間で何をこう形作っていきたいですか？逆に言うと、いやまずもう気持ちのところでしっかりとポジティブに、うん、やっぱこう開幕戦に力が 100% 出るような形にはしたいですね、うん、もちろんサッカーもありますけど、やっぱいろんな状況の中でやっぱ皆さんに喜んでもらえる笑顔がたやすく出るような、うん、そういうプレーとやっぱり本当に鹿児島を盛り上げて上に行くんだっていう、やっぱそれをしていきたいなと。そうですよね、はい、私たちサポーターはこの2週間でしっかり応援できる気持ちメンタル形を作っていきますので、はい、共にじゃあこの開幕戦に向けてピーキング合わせていきましょうね。まずね、そうですね、はい、ピーキングでもずっとねもうシーズン長い間、はい、ずっと保たないといけないですもんね。そうですね、あそれが鹿児島だったら保てると思います。そうですよね、はい、大丈夫ですよ。監督、はい、鹿児島の好きなご飯何ですか？ご飯っていうかもう何でも好きですよ。何でも好きですか、はい、結構食べられる印象があるんですけど、まあ、ちょくちょく食べます、いろいろ、はい、ただ動くのもやっぱり動かれますね。食べたも動かないといけないので、はい、選手と一緒に走ってる姿をよく見ます、まあ、少ないですけど負けずに少しでも選手に追いつくように頑張ってます。今日どうですか、皆さん生出演ということで大竹監督の人柄なんかが少しね今日この電波を通して伝わったんじゃないかなと思うんですが、大竹監督のファンが増えそうな気がする今年なんか。いやいや、そうなんです鹿児島ファンになってもらわなきゃみんないけないですよ。箱押しでね、はいはい、みんなでね、はいはい、さああっという間の時間、もう時間が来てしまいました。え、そうなんですか。監督また来ていただけますか？はい、全然また来ますよ。本当ですか？はい、やった。喋っていいのかな。いろいろぜひよろしくお願いします。ラジオからも熱い思いをたくさん届けてください、はい、今シーズン、はい、よろしくお願いします。ではサポーターの皆さんにメッセージを大竹監督からお願いいたします。そうですね、本当に今我々も頂点目指して頑張ってますし、本当そこの目標に向けていろんな昨シーズンの悔しさを秘めてやってるので、まあ、本当にチーム誇り持ってないよ思ってもらえるように今シーズンは戦っていきたいと思うので、皆さんと共にそこに行けるように頑張っていきたいと思います。頂へ行きましょう。はい、はい、次お会いする、このスタジオでお会いする時にはもう開幕後だと思いますので、はい、またその時にはシーズン中のお話聞かせてください。そうですね、うん、面白い話だったらいい報告がまたできればいいと思うのでよろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。では気になってると思います、監督がどんな曲を今日は紹介していただけるのか。え、自分から言うんですか？そうなんです。DJ タイムなんです。はい。はい。ベリー・グッドマンの君に恋をしています。こういう曲お好きなんですか？そうですね。結構癒し系とか、ちょっとこう、心に来るのは、はい。聞きます。ライオンと最後の最後迷ってこちらにされました。そうですね。はい。はい、じゃあ、DJ 直人さん、もう一回曲紹介、お願いします。君に恋をしています。ベリー・グッドマンです。お願いします。ありがとうございました。